壁がここが暗いから反射しちゃうのかな。まあいいか。今日はまあいろいろやってたんですけど、夜は17期研究所という17期ちゃんたちがやってる番組に出させてもらってました。やったー。あ、めっちゃお部屋褒められるなんかありがとう本当に今家散らかってるから映してみて、いい感じなところがここだけどさ。どうだった？いやもうすごくホテちゃんがいたからすごいね、なんかすごい愛を感じてね、なかなかやっぱりリハーサルとかでもみんなとこ、もちろんねダンスの練習をするわけだから一緒にの空間にはいるけど、やっぱりそういう空気感じゃないから一緒にねいるとは言いつつもそういうあれはないとなかったから、なんかね、ビンゴとかね、ああいう風な番組とかが、ああいう形で残ってたらみんなと絡める機会あったかもなんだけどね。だからいつかなんかちゃんとねお話できるそんな機会が欲しいなと思ってたところで、最初のなんかリニューアルしたんだって今日で、今までゲストを呼ぶあれじゃなかったんだけど、今回からゲストを先輩を招いてっていう形を取るようになったんだって。でそれで第1回目でありがたいことに私を呼んでくれて、ありがたいね。あー言ってたね、次お代理らしいよ。ね、なんか申し訳ないんだけど記念すべき1回目私で大丈夫だったのかなと思って、まあ今のうちにね私出ないと、もう私出る機会がないから、それでもしかしたら呼んでくれたのかもだけど、社長さんも結構個人的にはお世話になった方で、いろんなメイキングの動画でついてこういろいろねやってくれたりとか、キャプテンやってた時とかにすごいお世話になった記憶があるそういう関係もあったりとか、面白かったね。ホテちゃんがもう愛おしくて愛おしくて、ああいう風に思ってくれたり泣いてくれたりね、そんな風な、そこまでこう好きとか思いを伝えてくれる後輩っていないので、いや本当に嬉しいなと思います。見たことない番組、ああそっか、まあ確かにね、自分が一番好きだよっていうメンバーが17期じゃなかったらもしかしたらちょっと見る機会はないのかもしれないけど、でもすごい面白い。私は今回その出たからあれだったけど、どうだろうね、リニューアルする前からやってること同じなのかな、なんかゲームとかやってたな。まあ今日からいろいろ変わるんじゃない？ピンクはやっぱりね、かわいいよね。さあ、他にもピンクのニット持ってるんだけど、ちょっと今まで持ってたやつビビッドな感じだったから、薄めのやつ買ったの。インドネシア人でデューファンどうでしたかって言ってるのかなこれ。あー楽しかった。デューファンってあれだよ、インドネシアのジャカルタの方にあった、そう海沿いの遊園地、めっちゃ楽しかった。私またインドネシア行ったら絶対行こうと思ってる。なんか途中から雲が出てきちゃって、最初はね晴れてたんだけど、もう暑ってぐらい晴れてたんだけどね、中からちょっとあ雨降りそうかなって感じになってきちゃったから、もともとそんな入れる予定じゃなかったんだけど、
そしたら乗ろうとしてた過激なアトラクションがもうちょっとストップしちゃうよってなって乗れなかったから、もう絶対あそこはねまたリベンジしたい、行きたい。本当に良かったな、楽しかった、最高。テレマカシー、テレマカシーランよ。とにかく今日なんか番組に出て思ったの、もちろんそのホテちゃんもね、エリちゃんもすごい可愛いしね、可愛くて素敵な後輩だな、まあ、前から思ってたんだけど、なんか全その番組を作ってるこのチームがいいなっていうか、これは別にあの悪口とかじゃなく何が悪いとかっていう話ではないんだけど、あのやっぱり今ってこうスタッフさんも結構入れ替わりが多くて、一緒に作ったり何か行動を共にしたりっていうのも最近入ったよっていうマネージャーさんとかスタッフさんが多かったから、まあ、やっぱりその各々でさ新しく入ったばっかりって覚えることも多いし慣れないことがたくさんだから、多分自分のことに精一杯になっちゃうんだけど、でもね、なんかちゃんとこのだからそういう面で寂しさというかそういうことを感じることが多い、個人的には 2,3 年だったんだけど、ここね、でも今日のはなんかちゃんと一人一人にこう愛を注いでるというか、自分の仕事をしてるとかそういう淡々としたことじゃなくて、ちゃんとこう一緒に作り上げてるなっていうか、心の底からなんかみんなが楽しんで、なんかずっといろんなスタッフさんニコニコしながら見守っててさ、なんか今の AKB にもそう自分たちが昔感じたこういう愛とか、私たちで言うとアンロケとかさね、あそこのアンダレチームさんがね、エイトのこと好きになってくれて、それでなんかいろんなところ一緒に回って、ね、楽しかったなと思い出があるんだけど、それだけじゃないんだけど、もちろん一つ挙げるとしたらって話ね。でもそういうのが今日なんか今日初めてそう飛び入りという感じでなんか参加させてもらったけど、なんか今この17期生の子たちがそういうのをちゃんと今の AKB で感じられるような場所があってすごい良かったなって、あ昔私たちが感じていたそういう愛とか温かみを感じられていいなと思ったし、あ失ってなかったんだと思って、私も温かくなったし、なんかずっとこのまま62回もやってるんだもんね、なんかずっとね続いてって言ったらいいなって思った。まあその作ってるねスタッフさんたちも、まあ、結構私もそれで知ってた人たちも多かったから、まあ、きっとねもうちょっと前からいろんなものに携わってる人たちが多かったからそういう空気感に慣れたのかもしれないけど、だからねもっとそういう風に温かいなんか場所がねなんか広がったらいいなって思うな、まあ、ゼロから作るのって無理だ、ちょっと難しいところあるからまあ今日はそのねゼロじゃないものを見たからなんかそれが大きくなってずっとみんなここにいたいなって、この場所が楽しいなってはね思える、今ももちろんそうだけどよりこう思えるグループになったらねいいなと思ったね。あこの番組いい犬って言うんでしょちょっと私は慣れないからいい犬って言えないんだけどさ、そこにはその私が知ってるみたいなあのアンダレさんのあれはいなかったけど、
暗いとこでこの携帯の光を浴びながらやってるからすごいチークが変な風に見える。ありがとう。日曜日そうだね、もうね時間ないもんね。今日は卒業ドレスをフィッティングしてきました。自分でこういう感じにしたいですっていうようなものも写真をこうかき集めてニュアンスが伝わるようにと思ってお衣装様にお渡ししてたんですけれど、なんかそれが反映されたかわいい素敵なドレスになってました。スカートがすごい重かった。布がたくさん使われてるからああなるんだな。初めてかも、衣装がこうスカートにこう重みを感じて。走れる走れるかどうか気になっちゃう感じ。走ろうと思えば走れるけど、まあ走る予定はないかな。部屋またおしゃれ。もう1年ぐらいこれだよ。なんか最近あんま模様替えしてない気がする。めんどくせえし、一人じゃもうなんか移動できなくて。取りにくいドレス、まあでも最近で言うとちょっと珍しい形なのかな。形はなんか最近ではあまり出てないような形になってるような気がします。そんなの奇抜なっていう意味じゃないからね、全然。どうだろう。まあでも素敵素敵って感じ。カーキないです。なんで緑色のドレスにはカーキはないですね。希望はちゃんと取り入れられた。ああ、もう全然もうなんか忠実に再現していただいたなというような。あ、写真集よくしました。だってやったね、嬉しいね。やったやった。楽しみ。もうちょっとだもんね。まあ、その前にシュープレもありますからね。シュープレ。表紙。うおー。次はドレス、ネモフィラっぽい色と見た。あー、ネモフィラではないですね。大好きだけど。ネモフィラではないですね。写真集のカウントダウンの動画？風呂ね。泡風呂。
ワンブロー撮影初めてだ。もちろんだけど、表紙素晴らしい、イエーイ。写真集渡したの？まだできてない。できてないよまだ。もうちょっとしたらできるのかもしれないけど、まだね、出来上がってないんですよ。今一生懸命工場で印刷してるんじゃない？印刷してる人は見れるのね。さすがに機械なんじゃない？そこは本人も完成品見てない。見てない、だってできてないだもん。もう表紙は発表されてるの？どっちの話？シュープレはまだで、まあでも写真は決まってるし、まあ、私が決めたんだ、決めたっていうか激推ししてそれをシュープレ様がこう承諾してくださったみたいなところも、あのこっちチームでいやこれがいいっすよねみたいな話をしてて、でなんかこう集英社行った時、結構何回か集英社行ってるんだけど、その写真集周りの関連のことで打ち合わせだったり、その時に編集長さんみたいな方がいらっしゃって、多分だけど、ちょっとこちらチームでちょっとこれがいいなみたいなこれ本人激推ししてるよみたいな超嬉しい写真。もう私シュープレ様様ですけれども、やっぱりねジャンプがもう、だからエスカレーじゃない、あのエレベーターとかでさ、まあ、降りないけど階で開いた時とかにさ、これ絶対ジャンプあるかいじゃんみたいな、一瞬開いた先に見えたところになんかいろんなパネルが置いてあったりとかさ、うおーってなってるわけですよ。この間スパイファミリーのなんかあったな、上がったね、幸せです、はい、以前テレビでも言ってたよね。あ、行ったんだけどね、また違うところだった、それは、うん、今回の写真集のあれで行かせてもらってるところはまた別の建物っていうのかな。神保町怖っ、いきなり神保町って叫んで、やば、48って来た、ウケるいいね、神保町48、いいね、うわ入りた、入ろっかな、1期生いつ募集かな、神保町劇場1階は本屋さんかな、やばJBT48 すごいな、海外感すごいね、いいな、私神保町48の1期生になるすごい衝撃発言、明日の見出し、岡部凛J、 え、それは違うでしょ電撃遺跡いいじゃん。じゃあもう AKB の、もう今の AKB の公式ライバルね。
メンバー一人なの誰か誘う？お代理呼ぼう、笑って言って。一期生。もうそんなの喧嘩売ってるじゃん。そんな卒業したメンバーでさ、そんな作っちゃったらさ、完全に喧嘩売ってるじゃん。ラーメン激戦区。ああそうなんだ。そうかな、ラーメンのお店そんな見なかった気がする。まあ、本屋さんもそうだけど、私の印象なんかウィンタースポーツのていうか、なんかそういう系のスポーツ店多かった印象がある。じゃあその辺のお店にスポンサーになってもらって。ああそうなんだ、カレーもいっぱいあるんだ。へえ。あそうだね、楽器もね、いいじゃんいいじゃん。何盛り上がっちゃってんの。ないよそんなの、ないよ、卒業するよ。え、最近グミこれ好きなの、これすっごい美味しいんだから。中でもこの中このメロンソーダが好き、ずっとこれ食べてる。私小腹が空いた時にいいよ。固めのグミがいいね。サワーズ。顎が鍛えられるね。でもこれ以上顎鍛えなくて大丈夫。私タフ組が流行ってる。しゃーい、なんだそれ、タフ組。指長いね。長くないよ、長く見えちゃった、ラッキー。全然長くないよ。黄色いのはレモンスカッシュ味だって。いやこれはそんなにね甘々じゃないよ、結構全体的にさっぱり食べられる。ほんと空腹時これに救われてる。爆食い防げるこれで。うん、やっぱり系がいい。うん、ガム最近食べてないな。最近のりんちゃん普通の人っぽくていい。普通の人か。まあそれもまたよし。親近感ってやつだね。今まで普通じゃなかった？私コンビニで売ってる？これ？これ私マイバスで買った。ああすでに卒業した感じ。うーんでも知ってん
ないけど、うん、あでも戦うことがなくなったからそれは楽だね。こう気持ち的に。お代理と自由に生きてるかそれはあるかもしれない。お代理は分からないけど、だから初めてそういう気持ちでこの活動してるから、うん、楽しいよ。だから卒業発表してる状態で活動を楽しむっていう、そういう期間が5ヶ月ぐらいあったのかな。それぐらいなんか長く設定しといてよかったなと思う。1ヶ月じゃちょっとね、11月に発表して年内に卒業しますとかだったら、うん、ちょっと追いつかない状態で終わってたかもだけど、でも長めにあったから、うん、みんなとライバル関係じゃなくて、そういうところでこう戦わなくていい、そういう気持ちでなんかみんなとおしゃべりしたり一緒にダンスしたりとか、またみんなとはちょっと違う目線でこうみんながさ踊ってたり、選抜のみんなが踊ってたりとかするのを、こう自分はそこに入らずに見てたりとかすると、わ素敵だなって。カラコンウィントックとか素敵すぎてやばいもん、見れない。なんか見るけどたまにちょっと気持ちがなんかちょっとうーってなって直視できないぐらい輝いて見えるけど、でもそれ現役で普通にこう選抜落ちたみたいな感じで見てたら多分本当に見れてなかっただろうなって思う。何年外から見てなかったからもうそのまま在籍期間、あでも最初はね選抜なんてもうとてもとてもみたいな雲の上のみたいな時は歌番組とかで見てたからね。6年ぐらいかな。自分がいない MV とか見たとね、これ正直に言うと見てない見れない。落ちてたとしたら冷静に、いやーうん見れてないと思う。うんそうね、アンクレットから入ってたね私は。総選挙の16人のみたいなのは届かなかったからその楽曲は歌ってないけど、センチメンタルトレインだよそれは。うん、選抜落ちはやっぱショックな。でも私はこう自分が選抜入りしてから選抜外れてしまったっていうことはこの人生ではなかったんだけど、でも今うーんなんて言うんだろう、もしかしたら私もね今のあれだったら、もしまだ卒業せずにこう
やってたとしたら絶対カラコンウィンクって入ってないような気がして、まあ想像したりとか、まあ、まあ普通に今も、まあ、結果私は入ってないんだけど、その卒業発表したから、相当こう苦しいっていうか、想像するとだけどね、恥ずかしい気持ちになるんじゃないかな。なんかもう何のステージも立てないと思う。選抜落ちた人っていう風、なんかわかんない、おのおのみんなそれぞれどんな風に思うのかわかんないけど、私は個人的にはなんかそう思ってしまうんじゃないかなって。だからそう、もし自分が落ちたらそういう気持ちになるだろうなっていうことも想像していたから、絶対に次も選抜に入りたいっていう気持ちで毎回頑張ってた。基本的に私はもうこの活動好きでやってるから、もう全然なんか仕事っていう感じで全然やってなかったんだけど、でもそれだけは唯一、なんか大学のこととか、今選抜自分が入ってる状態で次選抜落ちしたら点々点っていうことが考えるのが一番苦しかったかも。それ以外でめっちゃ楽しかった。辛いことはそんななかった。あれ嫌だったなみたいな記憶そんなに、番組とかで無理やりそういう記憶をアンケートとかでこう無理やり、思い出せってされたらまた別のエピソードが出てくるかもしれないけど、こういう場でパッと思い浮かぶあれはちょっとみたいなのはそんなに、うん、いや本当に楽しかったし幸せだったし夢が叶った素晴らしい10年間だったなと思ってるよ。やり残した曲、あーあるわ。マンモスやりたかったマンモスやりたかったな。もうやりません。なんかイントロが好き。ネハネワルツは大丈夫。やりたいと思ったこともうーんないかな。ハマセリでやってたの見て可愛いなと思って見てた。私はね大丈夫。ウィンブルドンやったよ。もう大丈夫。美味しい。隣のバナナはホリプロのやつでサイさんってやれたから大丈夫。もうそれが自分の中で隣のバナナの最高潮にもここまで到達してるので、もう更新されない、そのままこの記憶をずっと死ぬまで保持していたい。だって私本家とおしめしやってるからね。本家じゃないか、あれあれ本家じゃないっけ、あれ記憶があれだ。大堀様、大堀お姉様、
テランとお示しやるの。なんかもっと別の機械作ってくれたらできるけど、なんかないかね。もう一回 EK 呼んでもらうとか。全然 AKB の曲はやろうと思ったらいつでもできるので、衣装着てっていうのは難しいかもしれないけど、ホリプロさんのイベントとかでこう先輩たちもいらっしゃるので、チャンスは全然。だし私ももしソロで何かやるってなった時にイベントとかで AKB の曲歌いたいから、歌うこと自体は最後にはならないので、ただその昔からある劇場でとかコンサートで照明もあって衣装もその楽曲の衣装着てっていうのが今後のあれだねとか、4日の卒業公演とかってその条件が揃うのが。いっぱいいいですよね、そういう機会をね作ってくれるから。な誰か来てほしい。そんなので決まる話じゃないけどね、本当にアットホームですごい親身に温かくこう一緒に考えてくれる、支えてくれる温かい事務所だなと思うんですけど、やっぱり同期とかいてくれたらいいのになってことは時々思いますね。でもすでにここでもう事務所に入ってる人の名前あげて、あの人来てほしいなとか言ったら、なんかどこかで亀裂が生まれそうなので言わないでおきます。事務所花一門でやば、楽しそう。おしゃれのお部屋やったー。この辺はもうずっと変えてないや、もうこれ外すのめんどくさくて。お花いっぱいある、枯れてるのもいっぱいあるよ。ちょっと片付けるのがめんどくさい。玄関とかにもあるんだけど枯れたまんま放置されとるわ。スライムいた。お、よく見つけたね。え、わかった、これで。すごい、これスライムだよ。よくわかったね。うお、確かにこのあれでね、水色ってなんだってなるよね。そうだよ。また来ましたって来ちゃったの。バクバク食べ、そうなの、なんかこれさ罪悪感なくてめっちゃ食べちゃう。一袋エネルギー272カロリー、タンパク質、あ、意外と高い 5.82、 脂質が
0.3 もないに等しいね。炭水化物62、まあ、砂糖がちょっと、まあ、多いっていうか、まあ一番砂糖が一番多いですね。水飴、ゼラチン、なんか食欲暴走するよりかはこういうのの方がまだマシかなと思って買いだめてる。やっぱり脂質とかそういうの抑えたら調子が良くなった。体が軽い。まだヨッシータイムしてるの？ううん、うん、生まれた。みんな今人知れずピクミンずっと風呂で産み続けている。泡風呂ね。お家ではそんなに泡風呂しないよ。たまに遊んでやったりするけど。面白かったな、撮影してる時。みんな一生懸命っていうか、私のマネージャーさんが一番泡風呂作るの面白くて、うん、あの泡風呂作るの上手で面白かった。なんか一人で泊まったホテルで泡風呂作ってたらしいよ。この情報誰得？率先して私が入る泡風呂作ってくれてた。そういう仕事したことあるんじゃない？どんな仕事？そんな仕事あるかな？でなんやかんやで結構いい時間になってたんだね。私は明日は番組の初めて出させていただく番組に、それの収録と、あとはカセソンのリハーサルとか、そんな感じでございますかね。どんなタイプの番組？さっき台本ちらっと見たけど、なんか健康がうんぬんって書いてあった気がする。だから明日私お仕事から帰ってきたら意識高々健康オタクってなってそう。朝うーん普通だね。みんなと同じぐらいに起きると思う。特別早いわけでもなく、人間ドックやらない、やらない、でもやんないとなと思うけど、一回も行ったことないや。いつ放送？あ、わかんない。そう、わかんないけど。明日雨降るよ。ちょっとどうにかしてもらっていいかな。夜になるとやっぱり花粉症のさ、アレルギー症状がちょっと盛り上がってくるよね。早く寝よう。じゃあみんな明日も頑張るんだ。グミ
やすみ、頑張ってね。私も明日頑張ってきます。バイバーイ、おやすみ。盛り上がってまいりましたそうなの。あー、バイ、じゃあね。